トップに立ちました。さて同じくソビエトナタリア・ラシェノワです。この跳馬で2回10点を出しています。ロンダートからの後方伸身宙返り1回ひねりですね、はい、まあ、一度この前にあの素晴らしい2回ひねりを見てしまいますと1回ひねりでもなんとなく見ほとりがしてしまうというのは不思議ですね。でもかなりいい超越だったのでかなりいい得点は期待できますよ、団体の自由と個人総合2回とも10点。あの時も個人総合の時もあれ1回ひねりでしたね。そうですね、148センチ41キロ個人総合は2位になりまして銀メダルを獲得しています。 9.950 10点満点を出した審判は1人もいません。現在このソビエトデュドニクがトップ、そして2位に 9.950 ルーマニアボンタシと続いています。デュドニク選手と同じ飛び方のようですね。抱え込みの半分、そうですね、やはり同じ飛び方をするとよく比較ができると思うんですけれども、はい、やはり回転不足のためひねり終わった後の着地の姿勢がちょっと低かったですね。おそらくデュドニク選手を上回る点数は出ないと思いますね。